はいということで、えー、今回なんですけど僕がね今までずっと避けてきたというかあ,のあまりね触れてこなかった話題について今回はね、あのー、さらけ出して赤裸々に、えー、語っていこうかなと思うんですけどまあどんなね、あのー、いった内容の話かというとまあライブとかでよくある質問で、えー、YouTube の収益ってどのくらいですかっていうねまあ,あ YouTube から、えー、いただいてる毎月の給料というか。 まあ、あのその金銭面の話なんですけど今回はあのー、今までもらった、ねあのー、収益がいくらだったのかっていうのす、ね、全てね、えー、公表したいと思いますはいそんな感じで、まあ、今までねなんで言ってこなかったかっていうと、まあ、隠してきたつもりは全然なくてなんかねこう個人的に YouTube っていう職業自体が結構、あのー、世間的にも新しいものというか、あのー、謎めいた要素が多いというかもうやってる人しかわからないし、あのー、収益 もう人によってねかなりこう差があるところだしなんか一概にこうイメージしづらい職業かなっていうところでだからこそなんかあんまりこうね収益がパッと可視化というか分かっちゃうと見てる側も興ざめというかなんじゃないかなというか何かね、あのー、分からない方が こう見てる側もこの人一体どんぐらいもらってるんだろうみたいなそういうちょっと推理的なえ視点でも見れるかなっていう感じで謎めてた方が面白みがあるかなってところで今まではあ,のあんまりねっていうか一回も具体的な数字は言ったことないと思うんですけどまあ言わないで来たんですけどまあなんでねえ今回でいきなり言うことにしたかっていうとまあもういいかなと思って <laughs> もういいかなと思ってえもう一緒っていう感じでもうね行っちゃおうという感じで。 あのー、発表したいと思いますまあ最近だとね結構行ってる人も多いかなとは思,い思うんですけどまあそれでもねやっぱ最初に言った通り人によってねかなりあの差がある、えー、ものだと思いますしこのねまあファッション系というかこのジャンルの人で言ってる人ってねあんまいないかなっていうところで、まあ、僕が先陣を切ってもう行っちゃおうかなと思いますであのー、まだ発表する前にね一つねあの前置きというかで YouTube のシステム的に あのー、例えば11月分だったら11月の1日から末日までのが次の月、まあ、12月のだいたい21日前後毎月21日前後がだいたい YouTube の収益が振り込まれる日ではあるんですけど、あのー、YouTube のルール的に。 まだ振り込まれてない、確定はしてるけどまだ完全に振り込まれてないやつは、まあ、なんか公表しちゃいけないみたいなので、えー、今回は2020年の1月からすで、えー、に、ね、振り込まれてる9月30日までの、えーまあ、9ヶ月間の、えー、収益を1ヶ月単位でね、えー、紹介していきたいと思いますはい、そんな感じで早速なんですけど、えー、2020年1月の、えー、収益こちら、えー、17万6608円。 八十三円という感じになっておりますで、えー、投稿した動画の本数としては一二三四五六七八九十十一十二十三十四本と十四本でまあだいたい十七万六千六百八十三円だったんですけどまあ動画の内容自体も全部違うので一概には言えないのとあのー、まあ YouTube のねあのー、収益っていうのは 過去に上げた動画もストック収益としてまたね、あのー、今再生されればまた入ってくるっていう感じなのでこ,れこの17万6,683円っていうのは、まあ、この1ヶ月だけではなくて、まあ、過去の分も含めてっていうか過去のが最近再生された分も含めての17万6,683円なので、まああのー、1ヶ月単位で見たら1本の動画の平均は1万、まあ、数千円ぐらいではあるんですけど実際はもうちょっと違って。 ま、過去の分も含めて17万6683円というような、えー、感じでしたとはいこれが1月、えー、続いて2月ですね二月が、はい、こちら17万9956円で、えー、投稿した動画の本数が1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1十1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7本と、まあ、1月より、えー、少し増えて17本だったんですけど、まあ、収益はあんまり変わらず っていうようよな、えー、感じですで、えー、続いて3月2020年の3月なんですけど3月は1か月間ではいこちら30万4182円とかなりね12月と比べて上がったんですけど投稿した、えー、動画の本数的には1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3本と13本で30万という感じだったんですけど まあこういう風にねあの今見てもらって分かるとおり動画投稿の本数がまあ多ければ多いほどいいっちゃいいとは思うんですけどやっぱり動画の内容によってかなりね収益の額があの本数が少なくても上回ることもあるしっていう感じでまあ、そこがね面白いところではあると思うんですけどこのね30万4182円っていうのは僕の中ではねかなりいい方というかまあ、多分今年2020年で一番良かった月。 ですっていうかねこんなもらった覚えないんだけどこれ本当かな <laughs> なんで今こんなにお金ないんだろう僕 <laughs> ってぐらいね多いんですけどこんなもらったっけかまあまあ多分もらったんでしょうけど何に使ったか全く覚えておりやせん <laughs> っていう感じでまあこの時ねなんで高かったかっていうとていうかこの123月。 はは比較的今年の中でで高い方で、まあ、このあと、ね、全部あの9月まで紹介するんですけどこの3か月間が異様に高くてなん、まあ、でかっていうと一、まあ、つ、ね、僕の中で多分というか確実に、えー、分かっている理由としてはこの時僕復職復職じゃない本職で、ね、あの別のお仕事をしてまして、まあ、あの高学歴現地ジャーナリストというあの、まあ、ジャーナリストの、えー、お仕事もしてましてその関連の,、ね、あの動画の収益が非常にいいです。 なので、まあ、今はねもうやめちゃったんであ,のあれなんですけど、まあ、それもあって今後ねあの収益が激減していく様子を見ていただけたらと思うんですが、あのー、さん3月で一番いい日この日給というか、あのー、1日で、えー、一番最高額だった日は3万ぐらい約3万円ぐらいもらってるので2万9642円となので、あのー、この時はねかなり良かったですね1か月としても、まあ、1日単位でも見てもかなり良かった月。 ですまあただこっからですね、えー、こっからね僕の収益がどんどんねあの落ちていくのでチェックしていただけたらと思うんですけどはい続いて4月はいが、えー、19万9836円で円。で 投稿した、えー、動画の本数が結構多くて123456789101112131415161718192021222324252627と27本という感じでねほぼ毎日投稿してても、えー、収益は19万9836っていう感じで、まあ、さっきのねあの3月と比べてもやっぱり動画の本数が多いければ あの確実に収益がめっちゃ高くなるわけでもなくて、まあ、ここまでねあの本数多くても、えー、3月よりねあの10万円ぐらい収益下がってるので、まあ、なかなかね難しいというか多分ね僕の予想ではこの時あのコロナの影響で広告単価がねかなり下がったというのもあって、まあ、この月はねあの動画の本数が多かった割にはあの今までと比較して相対的には収益は少なかったというような。 まあ、この金額だけ見たらねかなり大きな数字あるんですけど本数に対する収益の額は1、2、3月と比べてえかなり下がっているのではないかなと思います、まあ、一概には、ね、言えないんですけど動画の,あの内容が全部違うので、はいまあ、4月はこんな感じでした、はい、次、5月なんですけどここから、ね、どんどん激減していくんですが、えー、5月はこちら7万5506円という感じで、まあのー 4月の、まあ、約3分の1とまではいかないですけど、まあ、約大体3分の1ぐらいまでの、えー、落ち込みぐらいっていう感じで、えー、投稿した動画の本数がわずか3本と、<laughs> あ、4本ですね、4本という感じで、まあでも逆に考えれば4本でも7万5000いくんだっていうところで、まあ過去の分もね、もちろん積み重なってるので、あれですけど、まあ4本で7万5000でしたという感じです。はい、続いて6月なんですけど、こちら。 9万7488円と、まあ、5月よりかは、ね、少し上がって動画の本数も12345678本と、えーまあ、約2倍に増えたというような、えー、感じです続いて7月なんですけど、えー、7月の収益がこちら9万2317円とで投稿した動画の本数が12345678910本とで、えー、まあ 先月まあ、6月よりかは、えー、少し動画の投稿本数も増えてるんですけど収益は若干減というような、えー、感じですはいどんどんいくんですが、えー、8月がこちら8万1427円とで、えー、投稿した動画の本数が123456本という感じでもう徐々に、ね、右肩下がりで、えー、収益が減っているのがわかると思うんですけどはい続いて 最後9月ですね9月の収益がはいこちら、えー、55, 5万5055円と <laughs> で投稿した動画の本数が、えー、わずか3本 <laughs> いかにね僕がねあのー、サボってるかというのがね、えー、バレてしまいましたがこんな感じでねかなりね、あのー、最近は収益が、えー、減ってますはいという感じであの今ね1か月単位で見てきたんですけど今度ねあのー 1>, 1月から9月までの総額をねちょっと見てみようかなと、えー、思うんですけど、まあ、大体、ね、あの今の見てたら計算ついた方も、えー、いるかもしれませんがはいこちら、ですね、えー、2020年の1月から、えー、9月30日までの9ヶ月間で、えー、126万2449円と。 いうようよな、えー、感じでした、まあ、この金額だけ見るとね、えー、かなり大きいようには見えるんですけどさっきもねあの内訳というか1ヶ月単位で言った通りかなりねあの収益に、あのー、差が、えー、月ごとであるというような感じで、まあ、それを鳴らすと大体月13万円ぐらいですかねなので、まあ、1日で言うと4,000円ちょいとか、えー、損害になるかなというような、えー、感じです。はいという感じだったんですけど。 いかがでしょうか、ね、まあ,あの数字だけ見ると126万ってねかなりの大きな数字ではあると思うんですけど、まあ、YouTube1 本でやっていくにはちょっと厳しい数字かなっていうところでまあ僕はねあの別で他の普通のアパレルのお仕事もあるのでまああれなんですけどでもねこんなんもらったかなっていう感じなんですよね僕は。だとしたらもっとね貯金あってもいいはずなのに僕貯金今ゼロというかクレジットカードのこれからの請求額ね含めたら。 マイナスぐらいなんで <laughs> 何に使ったのよっていうねえー、感じでしたねで僕もねこの分析画面というかこの収益のねあの画面を久しぶりに見たというか毎月ね軽くは見るんですけどこう9ヶ月間で今年もらったやつをね見たのは初めてだったのでこんなもらったかなっていう感じでちょっと驚いてはいるんですけどやっぱお金はあっただけ全部使ってしまうのかわかんないですがもっと稼がなきゃっていう感じですね <laughs>。 <laughs> っていうのはまあ冗談にしても、あのー、まあこんな感じですリアルなところは、うん、まあどうでしょうかねなんかね、あのー、感想があったらコメント欄までお待ちしてるんですけどまあ今後はあのー、毎月ね公開していこうかなと思います収益に関してはなんかまあ一つのネタとしてというかだいたいどんぐらいなのかっていうのがね、あのー、見える側も面白いかなというかまあ最初とね言ってること全然違うんですけど今まで隠してた方がいいかなとか言ってたんですけど今後はねもうオープンに。 なんかもうぶっちゃけていこうかなっていう感じでそういうスタンスでやっていこうかなと思いますので、まあ、あの次の収益紹介収益の公開をね、えー、お楽しみにしていただけたらなと思いますし僕はねこの企画というかこのネタを通して、あのー、めちゃめちゃ頑張って月100万もらいましたとかね言えるように、ね、なれるようにえ頑張りたいかなという感じでした。か、まあ、かねコ、あのー、コメメンントトとかありまましたら是非コメント欄まで お願いいたしますはいそんな感じでした、まあ、お金は大切にという感じですね <laughs> 今回見て思ったのは本当何に使ったんだろうっていう感じなのでまあまあまあそれは置いといても、はい、今回はこんな感じでしたまた次回の,、ね、あの収益の、えー、公開をお楽しみに多分ね11月の21日前後、まあ、次のね10月分が入った時に、えー、紹介したいと思いますははい今回は そんな感じでした。ぜひね、あの、夢あるなとか思った方は、今からね、YouTube 始めてみるのもいいかもしれませんし、うわ、クソやん。全然もらってないやんって思った方は、YouTube 始めない方がいいかもしれません。YouTube 始めない方がえいいかもしれませんと。はい、とまあね、今回はそんな感じでした。また。<laughs>